やば、楽だけど。なぜかとてもあくびが出てしまうんです。決してすごく眠くない、眠いわけではないんですけど、なんかこうね、あくび出ちゃいますよね。うん、酸素が足りないんですよ、きっと。やっぱり酸素が脳みそに足りないんですね。なんとまあ悲しい。そうだ、みんなインスタ更新したで。みんないいねしてくれたかしらね。よいしょ。水が入ってないね。いいですね。あれ何なんですかね。なんでね、人って寝起きって声が何なんですかね。いや、まあここはまあ噛んでいこう。じゃあじゃあ、そう生まれた日は意味ないでしょう。もうあとはしおれて枯れてゆくだけ。なぜひざまずいて花束をくれる。ちゃちゃ、これ以上どんなリズムなんだ、ここどんなやったっけ。こもうこじょこの部屋には飾る場所がない。お願いチャパチャパほっといて、チャパチャパ私を見ないで。美しすぎたら不幸せ。すべての男が寄ってきてちやほやされても疲れるわ。それは主にみんなに愛されたところで誰も見返り求めてくる。私は美貌を持て余してひっそり生きてる。ちょっと音違うけど、まあ、いいか。あーあーああ誕生日単語ずんちゃだ、なんだっけ、誕生日単語じゃん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 ちゃ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 らちゃらちゃちゃらちゃらちゃらちゃん。私がし違うな、私どんなメロやったっけ。私が死んで、自分の歌割りじゃないとメロわからん。でも泣いたりしないでみたいな。布切れを一枚顔に広げて、そんな涙なんて偽りの悲しみ。誰にも知られないまま焼かれ灰になる。海へとちゃ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 流して、ちゃ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 すぐに忘れなさい。美しすぎたら憎まれる。
世界の女が嫉妬してあることないこと言い放題、それは地獄。男が否定してくれても余計に油を注ぐだけ、自分の美貌に絶望して生まれ変わりたいわ。バースデーは嫌い。イエーイ。こんな感じで、ちょっと自分以外のメロ全然わからなかったわ。すんま、そんな。あーやばい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 、画面がダンシングフォーエバーしよる。あ、ちょ、危ない。いいですね。なんかさ、これやばいよね。いやー、いいですね。なんか美しすぎたら不幸せとか言ってみたいわ、マジで。すごいね。まあでも確かに素晴らしくついてるところはついてるけど、でもなんかなかなかこうやってこのことを歌える人ってマジで少ないよな。しかもなんかどっちかっていうと多分可愛いっていうよりか綺麗なお姉さんが歌ってるイメージやねんな、自分の中でね。こうちょっとなんかそれこそ童顔ロリコちゃんが歌ってるっていうよりかは多分すごく美人な大人のお姉さんが歌ってるイメージやん。なんかさ、そんな歌える人、まあでも確かにあのオリメンの小島さんとかさ、いやまあその通りだろうなと思う。もうなんか、うん、言ってもマジで怒られん。なんか君がそれを歌いますかって言われない人物だよね、マジで。すごくない？それって。これ歌ってる人もビジュアルメンバーだからね、本当にもう美術よみたいな。でもだから歌っていいんだろうね。だから歌えるんだよ。でもとりあえず全部終わったわ。イエーイ、ありがとうございました。サムネイル公演、イエーイ。またサムネイル公演やりたいですね。まあでもちょっと8月とかはさ、イベントとかさ、まあ8の日あるけど、でもその間とかにさ、また出れるかなーとかって思ってるんだけど、どうですかね。出れるかなーって思ってるんですけど、なんかどうですかね。鉄なちょっともう覚えてないんだけど、私鉄なちょっと髪の毛、鉄な多分素晴らしくふわりが怪しい気がする。そう、なんかね、このサムネイルはつい最近さやったし一生懸命覚えたからいいんだけど、鉄なのしずくももうね、鉄ななんてもう、うん、もう終わっちゃったからさ。だしさ、何あのなんて言うんだっけ、あれしずくもさ、もうずっとやってないんだよね。だからさ、ちょっと歌またさ、どうする、久しぶりにやりますってなったらマジまた歌覚え直さなきゃなんだけど、やばいよ、結構やばいよ。待って、しずくのセトリまず見よう。しずく公演のセットリストをまず見ましょう。何があったかなっていうね。やっぱりなんかいろんなことを詰めすぎると、私結構あの記憶をちょっととりあえず一旦違う場所に保管しないといろんなもの入らないんですよ。なんか「え？」とかって言うじゃん。「え？」とかって言うけど、まあそんなの人によるからさ、キャパなんて。そう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 、
ちょっととりあえずなんか隅っこもこれぐらいのところにしまってもろって一旦で、なんか覚えないといけない舞台だったりとか公演だったりとかそういうのも詰めてたから、そうとりあえずね一旦忘れないとね入らないんですいろんなものが。一旦は入れるんだけどね、じゃあそんなに器用に生きられんので、とりあえず雫公演のセットリストを見てみましょう。つぼみたちスコールの間にビパハリケーン言い訳メイビー、ユニットがジュクロネとパン愛しさ丸めてキャンディ純情ソーダ水ライダー、うわー懐かしい懐かしい、16人バージョンのユニットとか久しくやってないよ。で中盤ササメ、あ違う間違えた、ササメアンチアクシデント光と影の日々アンコールが2連47直角サンシャインだって、直角サンシャインなんてさ、うん、直角サンシャインやったのさ初日だけじゃないぶっちゃけ、あそこあっち初日だけじゃない、全然覚えてないんだけど初日だけだね、もうで虹の列車、うわ懐かしすぎる、全然懐かしすぎるんだが、やばいやばいやばい、つぼみたちとかってそもそもどんな、ああなたに咲かせてほしいか、うん、大きな夢のつぼみか、スコールの間にはよいしょ、思い出してあのとほんへんほんへんほんやろ、すーこあのちゃんとした歌詞はマジで本番になるまで思いますけど、まあ、とりあえず今のところ出る予定ないんでとりあえず出る予定ないんで、ビバハリケーンビバハリケーンか、いやもうサビのこの題名言うとるだけやけどな、ビバハリケーンかメイビーは分かるやん、よくやってるやんメイビーメイビー言うて、ジュクレーのジュクローネとパンなんてさもう久しく聞いてなくない、ジュクローネなんとタトラトラトラってやつやね、パンが帰るみたいな帰へんみたいな話のやつやん、愛しさ丸めて好きやねんな、愛しさ丸めてゴミ箱に捨てるぽいみたいなやつ捨てるぽいな、うん、そんな感じのやつだった、キャンディはキャンディ一つさ口に入れてのやつやろ、純情ソーダ水はソーダ水って、ライダーはライダーとか全然出たこん曲、ライダーえやばい、ライダー全然曲出てこんわ、うちダメだ、でもやらへんからいいねんけど全然出てこえへんわ、ササメはササメ雪や、アンチはアンチアンチアンチや、アンチアンチが生まれ、あじゃあアンチのおかげでや、アクシデント中はそんなことってあるってない、光と影の日々は僕たちはあと何回や、アフターレインはアフターレインじゃないわ、アフターレインはアフターレインはやばい出てこん、いやわかんねえね、こういうやつやろこういうやつやろ、わかんねえわかんねえ、うんうん曲全然出てこん、まあでもわかるよ、アフターこういうやつやこういうやつこういうやつやね、いやわかってんねん、でも今日歌詞出てこい、世の名は絶対わかる、直角シャンサインは90度光を受けてやろ、なんかこの方が歌えるわ、一回しかやってない、シャシュッポ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 じゃあそこは歌ってたっけ歌わんかったっけどこまで歌ってたっけアイポートってミュージックお入りのカエラか、嫌、うん、なことなんかなんていうかなんかは歌ってないか、ちなみにお一発目って何やっけ、曲6人バージョンやったら、6人じゃねえわ8人だったら、フルーツスノーか、あれ一発目やなかったっけフルーツスノー、うんユナたち一発目だった気がする、フルーツスノーマリア、あ、そんな気がする、フルーツのマリア、マリアなんか挟んでジュンクレ、あ、
うん、なんかソロ曲じゃない、あ、シュッポシュッポや、夢の途中でジュンクレー、あ、違うっけ、ジュンクレー、ジュンクレー終わってどこにいてもわかるんだよ、それだそれそれ、あ、それだそれそれ、そうなんです、だからそうなんで、ちなみに8人バージョンだと私のユニットはフルーツスノーと、あれです、あれです、純愛のクレッシェンドです。私はいつも純愛のクレッシェンドがかっこよく歌えなくていつもへこんでます。ちなみに低いんですよ純愛のクレッシェンド、超歌いづらい、私のね安定しないキーなんです。どこだっけな私、あ、しかもね私ね誘いましょうかじゃないの、許し合えたらの方なの、2番目の人、でもその代わりあそこ歌うのだから、落ちサビのとこ、落ちてるとこ、全然歌詞でも落ちてるとこですよ、落ちてるとこ、なんだっけ、あ、なんだっけな、どこ、どこ、いいなずまみたいな、そうそうそう、その、あ、誰も知らない街、まだ、よかった、いや、そんな感じだった、やば、あんなに一生懸命覚えても本当に私の頭ってちっちゃいんやなみたいな、まるでダチョウの頭みたいな、そうじゃないか、走り出したらなんで走ったかも、そうそうそう、とりあえずついていこうってな、やばすぎやろ、あ、誰も知らない果てに落ちてゆく愛、指差しでいらずまや、ここです、ここ歌うんですよね、だからワンハーフでもここは歌えるの、その代わり誘いましょうかは言わないんですよね、そう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 、ちなみに歌割りはね、あ、ここです、私、枯れた心が息するように女は開くです、これもうマジで毎回何やっけな歌詞ってのはすごく不安になる、そうマジで、だって次は愛したわけを一つなくしたジグソーパズルね、なの一緒なんよリズムが、だからマジでフルだと本当にサビとかすごいもう迷う、誘いましょうか今夜、なれる次第で今夜抱かれてもいい、すべて流せた強いなれるしんどう、だってサビは、許し合えたら人よ夢みたいだけ、あなた殺したいほどどうにかなりそう、人よ夢みたいだけ、あなた独り占めして欲望のクレーシェンド、やって、殺したいほどはなかなかのちょっとメンヘラですね、ねね、タタタン、ジャン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 、いいんですよね、枯れた子、もうちょっと高いのがあったやつ、ちょっと今ビメロビメロをすごく低く感じる、でもそんなん言ったら全然出てこんけど、なんかすごくイメージはすごくある、ていうか難しいってみんな言う、なんやろ、こう難しいなっていうのも思うの、は、何これ、はるか、はるか悪い夢から覚め、世界は生まれ変わるのよ、いい
まあみんな知ってるからいいと思うんだけど全然出てこない。待って。明日があるよしか出てこない。でもここ見たいのにさ、もう全然出てこーへん。メロ出てこ。マリアマリアマリア、後悔の涙流すより先に。マリアマリアマリア、女を呼ばせてください。あ、そうだ。夢から覚めせ、人は誰でも愚かな過去を償う。ひたすらになんかこう上がっていくみたいな感じになっとった。かっこいいし、衣装もめっちゃかっこいいし好きなんだよね。好きなんでしょ、シュッポッポ、シュッポッポが好きなんでしょ。2個ぐらいシュッポッポ言った虹の列車だったよ。ちゃう、でもな、振りがな、こうやって夢の途中まだ未来のみたいな感じじゃない、ずっと先。そう、違う、そう、成長で、こうやってしょ、うん、多分そんな感じだった気がする。いや違うかもしれない。あ、これはシュッポポではバックダンサーかな。ああ、歌ってる人はせえへんで、バックダンサーの人がやってるの、こうやって。そういうことね。そう、まあ、バックダンサーやったことないねんけど、見たことない。まあそんな感じ。シュッポポ、シュまだ未来はずっと先の未、成長してないから、すごく人気なの、やっぱソロ曲が人気。あの時もそうだった。なんとかしゃん、なんとかしゃん。ソロで歌ったことなんてないよ、ないよ。二人公演でユニットはもうそろそろなんですよ。だから、でしか歌えるような立ち位置にいると思いますか皆さん。そんな100年早いわ。じゃあランキング読みます。13位、ジェイカの3、9位、ヒデツーさん、8位、ヒカリアクエクスさん、7位、モトちゃん、6位、ヨカヨンさん、5位、ベルパパさん、4位、チカイチーさん、3位、ロンプさん、2位、ミゴンさん、そして今日の第1位はマーニャンさんです。はい、というわけでありがとうございました。次は30分後の23時にお会いしましょう。イエーイ。というわけで皆さん、次は30分後ですが、また30分後にお待ちしております。それじゃあね、バイ、それじゃあね、バイバーイ。